海岸ビルは兵庫県神戸市中央区海岸2にある近代建築、神戸市景観形成重要建築、商船三井ビルディングの隣に位置する。海岸ビルディングや旧正直旧社、奥平野上水上級急速路下上上屋などを手掛けた河合広志像の設計で旧三井物産神戸支店として1918年に竣工した。外観は設計者言うところの 現代式なる古典様式建築の細部を幾何学的な直線基調に簡略化した衣装が特徴である。3階4階の間にある軒蛇腹や軒状のパラペットには等波フが取り込まれている。阪神・淡路大震災による改築が行われる前の内部は第二次世界大戦末期の神戸大空襲で4階部分が焼かれた以外は春光当時の面影をよく残しており、 特に1階南側のホールには、六本の三影石の柱が並び、圧巻であった。阪神淡路大震災で、全開認定を受けたために、気化学的装飾が施された外壁を撤去、保管。その後、同じ場所に新しく再建された高層ビルの低層部に、旧外壁を再構築した。この四階建ての旧外壁は、国の登録有形文化財に登録されている。 なお、再建された旧建物外壁の1階南正面、東側の玄関には、竣工当時から受け継がれてきた木製ドアが取り付けられている。また1階エレベーターホールには、かつて南正面玄関ホールを飾った6本の三陰石柱が据えられ、南正面玄関の内扉2枚も、店舗の出入り口に再利用されている。夜間は、日没から22時まで、ライトアップされる。 ありがとうございます。